はいどうもジエリです。最近ちょっと思ったことがあって動画撮ってるんですけど、なんか最近もらえるクリスタル増えたくない？いやまあまあわかりますよ。ガチャが多すぎてクリスタルの消費が半端ないから全然クリスタルで増えたように感じないって人いっぱいいると思うんですけど、よくよく考えたらプロセカって結構クリスタルの入手手段、入手量増えたなーって思ったので今回動画で紹介していこうと思います。ということでまずはこちらですね、直近のアップデートの方、はい、ライブミッション画面行きまして、ボーナスのところですね、ボーナスのところでこれまでライブミッションポイントだっけな、ポイントがもらえてたんですけど、それと一緒にクリスタルがもらえるようになっています。通常のミッションクリア1個につき10個ですね。でそれが合計で7ミッションあるので70個で、さらに7つ全てをクリアするとコンプリート報酬ってやつがあります。でこれが、好きなアイテムを選べまして、まあライブポイントが足りてない人はライブポイント選ぶのが圧倒的にいいんですけど、まあ、それ以外のねアイテムもかなり美味しいので、まあジールさんみたいにね、こんな感じライブミッションが今15日なんですけどもう終わっちゃってるよみたいな人は各イベントでね、こちらアイテム入手していけばいいと思います。でこちらがクリスタル100個もらえますね。なんでクリスタルで計算したとき1イベントにつきクリスタル70プラスコンプリートの100を入手すると、1回のイベントで170個、1ヶ月で換算すると毎月3回イベントがあるので510個、年間で計算するとクリスタル約6120個もらえることになります。これが今回のアップデートで単純に追加されたんでめちゃめちゃ美味しくないですか。まあガチャ20連分なんで、まあ賞味そんなね大量に回せるものじゃないんですけど、周年のクリスタル配布ですら5000個とかなんで、毎日ねプレイしっかりしていればもらえるクリスタルで6000個っていうのはかなり美味しいんじゃないでしょうか。そしてもう一つ CM 機能ですね。こちらも約1ヶ月前のアップデートとなります。こちらでクリスタルが1日10個もしくは100個をもらえるようになっています。で100個のね排出率がそこまで高くなくて、多分 5% くらいかなって言われているんですけども、まあ、そこからね、約期待値でだいたいどのくらいクリスタルをもらえるかっていう計算をすると年間で、まあ、6000個ぐらいはねクリスタルが取れそうだっていうお話になっています。ここに関しては上振れ下振れあると思うんでね、まあ、少ない人だったら5000個とかになっちゃうかもしれないし、多い人だったら7000個とかまでねかなりクリスタル集まる可能性もあるんですけど、まあ、だとしてもね毎日 CM を見るだけで結構なクリスタルが集まりますので、さっきのボーナスミッションと合わせてここを直近のアップデートで年間1万クリスタル以上プラスでもらえるようになりました。めちゃめちゃでかいですね。あとこれ正確なやつではないんですけど、最近なんか短い CM 増えましたよね。初期の頃30秒 CM めちゃめちゃ多かったのに、最近15秒 CM とかなんなら10秒とかで終わる CM もちょいちょいあったりするんで、これは個人的に嬉しいなーって思いますね。はい、ってことでここまでがここ最近追加されたクリスタルの新しい入手手段になるんですけど、それ以外にもですね過去にクリスタルの入手手段って何回か増えたことがあります。でここからも僕の記憶たどりで確認していくので、もしかしたらね違うところあるかもしれないし、他にもこれで追加されたよとかあるかもしれないんですが、まあそこについてはご了承ください。では順番に見ていきましょう。まずはねチャレンジライブですよね。こちらチャレンジスタンプ、これ初期の頃にはなかったんですよね。言うてなんか 0.5 周年とか1周年前とかそのくらいに追加された機能な気がするんですけど、1回チャレンジライブをやるごとにクリスタルが20個、そして最終日7日目ですね、日曜日まで毎日プレイすると、クリスタル100個を交換することができます。なのでこれが、1週間ちゃんとやると220個ですね、最大クリスタルをもらうことができます。で1年で計算すると1年が約52週間あるので、まあ、若干ちょっと違うんですけど、52週間だと仮定すると年間で6240個のクリスタルのプラスですね。めちゃめちゃ美味しい。なんかさっきから6000個ぐらいのアップ量多いですね。あとはもう一つハイスコアボーナスってやつですね、こちらね、まあ、初期の頃はめちゃめちゃもらえるんですよ。ハイスコア100万まではなんかイカれた量のクリスタルがもらえて、1キャラあたり6000とかもらえるんだったかな。
で、これは最初からあって、まあ、これさすがに配りすぎだよねってことで、それ以降ね、100万から200のハイスコアが新しく追加された時には、さすがにクリスタルではなく、思いのかけらメインになったんですけど、それでもね、1キャラあたりクリスタルがもらえます。で、そのクリスタルがもらえるのが、150万と、あとは200万ですね。はい、こちらで200個と250個もらうことができます。1キャラあたり450個なので、合計26キャラ全員分集めると、11700個のクリスタル集めることができます。めちゃめちゃうまいですね。ただ、これに関しては、単純にあの200万スコアを出すのが大変だし、1日1回しかできないコンテンツで、26キャラ分やるっていう大変さもあります。またですね、200万スコア出そうと思うと、編成の総合力が30万くらい確か必要なんですよね。まあスキルとかにもよるとは思うんですけど、総合力30万から32万くらい必要になるのかな。うちのエナナンが、ハイスコア209万なんですけど、総合力32万なんで、31、2万ぐらい総合力必要そうな感じがしますね。まあ、このあたり楽曲等によって変わってくるとは思うんですが、まあ編成ある程度ね、できてきたら頑張ってみてください。続いて、ログインボーナスの調整ですね。これ最近始めたユーザーさん知らないと思うんですけど、実はログインボーナスのクリスタル量増えました。昔は初日50個、2日目から6日目が20個、最終日が100個みたいな配布のされ方だったと思うんですけど、今は毎日50個ずつの配布ですね。これによって1週間でもらえるクリスタルの量がプラス50個されました。なんでこれも年間で考えると、かける52週ということで、1年で2600個ね、ログインするだけでのクリスタルが増えました。確かこのアップデートが3周年回りのアップデートだったと思うので、3周年以降プレイしている方は、このアップデート分だけですでに2000個ぐらいね、プラスでクリスタルが集まっていることになりますね。あとは他の要素で見ると、キャラランの部分ですね。これについてはキャラクターランクが上げやすくなったってやつで、2周年のアップデートだったかなって思うんですけど、昔に比べてね、キャラクターランクがかなり上がるようになって、当時調整された時はキャラランが平均で15とか上がって、ジルさん、真冬ちゃんに関しては確かなんかキャラランが一気に20ぐらい上がったりしたんですよね。で、このキャラランって上がるとクリスタルがもらえるため、単純にキャラクターランクが上がりやすくなったっていうアップデートは、石を集めやすくなったアップデートといっても過言ではないので、まあ、そこ考慮すると石昔より集めやすくなった要素の一つですね。あとはイベントストーリーの部分、ここはですね、最初からプレイしていたユーザーはあまり関係ないんですけど、過去のイベントストーリーをスキップなしで読むことでクリスタル50個もらえるようになりました。これも3周年のアップデートだったかな。なので、最近始めたユーザーさんで過去のイベントストーリー読んでないって人はね、イベントストーリーをスキップせずしっかり読むことでクリスタルもらうことができます。仮に3周年で始めたユーザーさんだとすると、3周年までのイベントがだいたい100ちょいかな、108イベントくらいだったと思うので、クリスタルが5000以上もらえる計算になりますね。当然100イベントとなると1イベントが1時間ちょいくらいあるので、全部読むと100時間以上というすごい時間がかかることにはなるんですけど、プロセカのイベントストーリーが面白いっていうのもありますし、クリスタルももらえるので、ぜひぜひ集めてみてください。ただこれ一点注意点というか、なんか当時勘違いしているユーザーさんがいらっしゃったんですけど、イベント開催中に読むとクリスタルは400個もらえますので、基本的にイベント開催中に読んでるユーザーさんの方がお得となっています。あくまで新規ユーザーさん向けというか、過去にイベントストーリーちゃんと読んでなかった人向けみたいな感じなので、そこはすでに過去石もらってる人たちは安心してください。ってことで、石のプラスについては以上かな。まあ、あとは周年の配布クリスタルが確か最初は3000個とかだったのが、2周年以降、3周年以降は5000個に増えましたね。まあ、あれに関しては配布クリスタルなんで、ここに入れていいのか感はありますが、逆にヘッダークリスタルとかもあります。ジルさんが覚えてる分だと、カウントダウンログインボーナスですね。これ昔年末年始のカウントダウンとか、あとハーフアニバーサリーのカウントダウンとかもだったかな、3日間クリスタルが毎日100個配布とかがあったんですけど、ここ最近のカウントダウンは全て豪華なアイテムってやつに変わりましたね。あともう一つそれ系で言うと、バーチャルライブが変わりました。今はアフターライブ見ると確かクリスタルがもらえるんですけど、季節系のライブとか見ると思いのかけらとかになってしまいましたね。昔の季節系ライブとかは見るだけでクリスタル
ルもらえてたんで、バーチャルライブは絶対見た方がいいみたいな感じになっていました。まあ、ただ、クリスタルがなくなったとはいえ、他のね、欠片とかもすごい重要なアイテムではありますので、バーチャルライブは基本的に全て見た方がいいかなと思います。はい、ということで、今回はプロセカのクリスタルの増減について見ていきました。なんだかんだクリスタル増えてて、増えた分だけで年間換算すると、実は14,000〜15,000クリスタルぐらいプラスでもらえるようになってるんですよね。1ヶ月で見ても1000クリスタル以上はもらえるようになってるので、意外とプロセカ運営さんって石配ってくれてます。まあ、あとはキャラランとかハイスコアボーナスとかはある程度ね、やり込みが前提とはなるんですけど、こちらでも石集めれますので、皆さん頑張ってみてください。まあ、4周年も近くなってきたということで、4周年、どんなガチャが開催されるかわかりません。石はしっかり貯めておいた方がいいかなと思いますし、まあ、今のね、ワンダッシュみたいにとんでもないガチャが開催される可能性もありますので、推しのために石を残しておくっていうのを忘れずに心がけておきましょう。ではでは、今回の動画終わっていきます。良ければ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。